はい、皆さんこんばんは。第7回関西ビジョンワーカー TV、 本日のゲストは、山本宝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は山本宝さんは、私たちがね、今ここの放送をさせていただいている、コワーキングスペースエンジンさんの代表をされている方です。はい、はい、いつもお世話になってます。こちらこそお世話になってます。はい、今日はこのういういしい宝ちゃんをゲストにお迎えして今ね、本当にまだオープンして、はい、はい、1ヶ月ん私が代表になってから、代表になって、はい、1ヶ月です。素晴らしい、全然まだまだ何もできてないです、はい、もうそんなね、宝ちゃんにゲストとして来ていただいているので、いろんなお話をまた聞いていきたいと思いますので、皆さん最後までご覧ください。お願いします。はい。ってことで、はい、はい、いろんなお話を聞いていきたいなって思うんですけれども、はい、はい、そうですね。エンジンさん、10月からこの、はい、ここの代表をされているということなんですけれど、はい、はい、また思い切りました。あ、はい、どんな感じですかね。いや、代表しないかっていうふうに、うん、きっかけをいただいたので、はいはい、挑戦してみようと思って、はい、すごい、挑戦してみようって思ったんですね。はい、それはどう、なんていうんですか、そういうことがきっかけに、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、うん、その前はどんなことをされてたんですか。はい、前職は、うん、大学を卒業してから、はい、人材紹介会社で2年間営業してました。へえ、はいはい、で仕事を辞めて、うん、でずっとコワーキングスペースをやりたいって思って、はい、で営業活動してる時に、うん、ここの黒岩社長に出会って、はい、で代表させてもらえるチャンスをいただきました。へえ、はい、すごい、なんか掴んだ感じですね。はい、まあでもそれでもね、まあまあ、お年とか聞いても大丈夫ですか。あ、今ですか。はい、あ、今年26歳になります。ほら、この26歳ってすごくないですか。皆さんね、普通に計算というか、まあまあね、大学卒業してね、就職されてっていう中でね、はい、まあチャンスをね、こう掴んだっていう感じではあるかとは思うんですけれど、結構その若さだったりとかね、女性だったりとかっていうところでいくと、割と本当にこう覚悟が必要だかなって思ったりはするんですけど、うん、そうですね、ありました。仕事を、前職の仕事を辞めた時はすごく覚悟を決めました。あ、はい、そうなんですね。じゃあもう今回代表って言われた時は、はい、やっちゃおうかなぐらい。あ、そうですね、チャンスって飛びつきました。あ、すごい、はい、あ、それすごいすごい。あ、じゃあその迷いとか覚悟っていうのはもう、その辞めようって思った時ぐらいにはもう、はい、そうですね、やっぱり一回きりの人生やし、うん、もうでもずっと、うん、レールを踏み外すのが怖くて、はいはい、で大学を、高校大学と来て、うん、就職して、うんうんうん、そこから一歩踏み出す勇気がなかなか持てなくて、うん、そこにすごく時間がかかりました。へえ、いやでもそれってすごいですよね。なんかそのもともと縁があった方だったんですか。いえ、関西でやってる異業種交流会で、はいはい、出会いました。すごいですね、それも、はい、うん、はい、それがきっかけ。そうですね、はい、でもすごいですよね、なんかそんなタイミングというか、うん、なんかこう、もうやめようって決めた後にそういうところに行き出したんです。仕事を辞めてからは1年間ずっと
あのコワーキングカフェがやりたいと思って、うんうん、あのお金を貯めたり、うんうん、あの日本政策金融高校からお金を借り入れしたり、うん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 、いろんなことをしてて、うん、なかなかでも形にならなくって、はいはい、でもあのカフェをやりたいっていう挑戦には諦めたくなかったので、ずっと思い続けながら営業してる時にチャンスをいただきました。さすがやね。もうこれですよね。こっち見て喋ったらいいんですか。そうそう、ね、はい、あれがカメラですね。すごいですよね。だから、うん、あのやっぱり踏み出したからこそっていうところがあるんですかね。はい、はい、やっぱりもう、まあ、私自身女性で生まれてきたっていうのもあるので、うんうん、もう何やろうな、もう一回きりの人生やし、うん、私のこの貴重な20代も、うんうんうん、もう一回きりやし、うんうん、もうやったもん勝ちかなって思うので、うんうん、どんどんやりたいことには挑戦しようと思って。すごいすごい素敵素敵ね。本当だってこう迷ってる間に日ってね、日にちって経っていくし、うん、なんかでもやっぱりそういう思いがあって動いてたからこそ、そういうねチャンスともこうね引き寄せたんだろうとも思うしね、えそれをちゃんとこう形にしていこうって結構そこまでって大変だったりしません？そうですね、はい、もう友達にはもうずっと支えられっぱなしで、うんうん、諦めたらダメだよとか、うん、もうずっと背中を押してくれる仲間とかが周りにいたので、うん、もう助けられてるなと思います。はい、すごい、はい、あ、そうだそうだ、あの、はい、そういえば宝さんのお写真の中に出ますかね、はい、あの素敵なあの女子たちがたくさん写ってるこの方たちですか？はい、うん、お友達、はい、うん、これは大学のサークルの友達とか、うんうん、社会人でなってから出会った、うんうん、あの女の子友達です。へえ、はい、すごい、なんかすごいこの写真見てね、はい、素敵だなって思ったんですよ。ありがとうございます。すごいいい笑顔じゃないですか。はい、なんかね、これは楽しかったです。うん、なんかみんなで遊んで、うん、はい、これは、うん、これはあの中之島で一人一品ご飯を持ってきてピクニックをしました。はい、楽しそう、はい、いろんな人寄ってきたん違います？いやいや、もうみんなで写真大会とかしてました。あ、いいですね、はい、なんか実際ね今時ならではって感じですけど、でもね、なんかこんな仲間たちにじゃあ支えられて、うん、はい、今があるっていう感じですか？そうですね、はい、やっぱり持つべきものは友ですね。はい、友達です。ねえ、そっか。じゃあでもこれからですね、ます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 、はい、ねえ、あの、なんかね、これからまだ今からやっていくこととかもあるんですよね。はいはい、あ、そうなんですよ、うん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 、あの実は12月1日から、はいはい、このエンジンのコワーキングスペース内にラフラボっていうカフェスペースを作ろうと思ってまして、はいはい、はい、で、まあ、ちょうどクラウドファンディングに挑戦しています。そう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 、はい、そうですよね、はい、あれ出ますかね、あのクラウドファンディングのビデオムービーですね。はい、すごいですよね。クラウドファンディングってご存知ですか？うんうん、なんかあの、うん、うん、ちらっと聞きかじったり見たことはあるんですけど、うん、私もどんな感じなんですか？あの思いを、うん、私はこんなことやりたいんですって今ムービー流れてると思うんですけど、うんうん、はい、あのここで思いを伝えさせてもらって、はい、でお金じゃなくてあのサービスとかもので、うん、皆様に気持ちをお返しするっていう仕組みがクラウドファンディングですね。うんうんうん、それに、はい、今、はい、挑戦されてるっていうことで、はい、もう達成されたんですよね。そうなんですよ。あっという間に、はい、本当に嬉しくて、うんうんうん、開始してもう5日以内に達成しました。うん、すごいね。でこれをするにあたって、はい、これの目的っていうのを、はい、が
あ、はい、ラフラボを、はい、作るっていう、うんうん、このエンジンっていうコワーキングスペースをもっとあのおしゃれにリニューアルをして、はいはい、でもっともっと気軽にみんなが来てもらえるような空間を作りたいなと思って、うんうん、その内装工事費と、あとみんなにラフラボのことを知ってもらいたかったので、うんうん、クラウドファンディングという手段を選びました。へえ、あ、そっか、両方兼ねることができるっていう感じですね。そうですね、はい、うんうんうん、へえ、それをそしていつかで、はい、達成しちゃったっていう、私もちょっと見させていただいたんですけど、すごい中身というか、はい、ね、充実されてますよね、なんか、はい、結構準備には時間がかかりました。へ、そうなんだ、はい、もうその思っていたよりも早く達成できたのは、うん、あのみんながシェアしてくれたりとか、はいはい、コメントくれたりとか、うんうん、もう応援してくれる仲間とか友達がたくさんいたので、うん、もうすごく感謝してますねえ、でもみんなにはこう伝えてたりとかしてたんですか？はい、もうみんなにクラファンやるから応援してって毎日言ってました。あ、そうなんだ、はい、やっぱりそれがね、はい、こうね、言葉にすることによってやっぱりね、つながっていくっていうのは先ほどのね、起業する際にもあったけれど、うん、もう本当その感じなんでしょうね、うん、はい、ね、すごいね。なんかもっと伝えたいこととかないですか？そのあの何ですか、内容についてとか。もまだまだね、うん、はい、またね、先ほどの分どうやったらこうどこからかこう入れたりとかします？ちなみにラフラボのページですか？うん、今の、うん、まだまだ参加できるんですよね。あ、まだまだ参加できます。そうですよね、まあ、視聴者の方にあのキャンプファイヤーっていうクラウドファンディングサイトから出させていただいてるんですけど、うんうん、そこからもう、うん、あの山本宝って検索したら出てきますし、はいはい、もしよかったらあの、うん、Facebook で私を検索していただいたら、はいはい、あの今クラウドファンディングのことしか書いてないのであ、そうか、はい、そこからクリックしたらつながっていけ、はいはい、いただけると嬉しいです。うんうんうん、そうなんですね、はい、じゃあちょっとね、内容はあのまたそこで詳しいものは見ていただくとして、はい、あの実際にそこに取り組むというか、はい、当たってとか、そのそうやるっていうふうに決めてからやった、うん、なんか動いたこととか、なんか変化とかなんかありました？はい、ありました。何聞きたいそれ、うん、いやもう私は結構一人で何でもこう溜め込んでしまったりとか、うん、もう全部自分でやらないといけないのかなっていうふうに、自分のギリギリまで頑張ってしまうような癖があるんですけど、今回のクラウドファンディングをするってなった時に、その私の思いをちゃんと言葉にしてくれたりとか、ページの画像を作ってくれるスタッフとか、あとこんな風にした方がいいよってアドバイスをしてくださったりとか、うんうん、もう数えきれない仲間たちがいろんなアドバイスしてくれて、はいはい、でなんか一人で頑張らなくてもいいんだなっていうのをすごい今回のプロジェクトで、うん、はい、仲間の大切さを身に染みて感じました。あ、そうか、うん、あ、じゃあもうそのお友達だけじゃなくて、はい、一緒に働いてるスタッフの方、はいはい、でもそういうのっていいですよね、うん、なんか、それはでも今から始めていくっていうことにあたってもね、すごい力になりますよね、はい、そうですね、うん、なんかスタッフの子たちもだんだんなんかできることないですかって言ってくれるようになって、うんうん、それすごいですね、はい、なかなかね、はい、あの私もまあいろんなあのお仕事されてる方とか、はい、あのまあ、もちろんここでっていうよりはあの外でお会いしてる時にね、やっぱりこうやっぱり会社での経営者の立場の方とかの悩みで一番大きいのってやっぱり人材というか、うん、はい、ね、そのスタッフの方たちがあの本当にそういう言葉が出てくるって一番あの、うん、経営者側からしたら誰もが望んでることだと思うんですけれど、うんうんうん、もうそれをもうすでに、いやもうスタッフの子たちが
すごくいい子たちで。すごい、でもやっぱりね、そういう思いがその形になるっていうのは、うん、やっぱりその思いがね伝わるというか、たかるちゃんのこと思いが伝わって、でそういう言葉をきっと引き出してるんだろうし、うん、支えになってくれてるし、力を出そうみたいな気持ちになってるんですよね、うん、いや、もう初めはなかなか伝えられなかったんですけど、うん、もう何回も何回も私はこういうことがやりたいっていうのを言い続けて、うんうん、少しずつみんな、あ、そういうことかって分かってきてくれたような感じですね、うん、はい、すごい、うん、いや、それは素敵素敵、うん、本当に、かっこいいですねそうか、じゃあもうその思いも詰まって、はい、で実際に行動を起こして、はい、アクションを起こして、はい、で形になったものがね、今の中でまた見ていただけるので、そこもクリックしてぜひぜひね、まだまだ参加もしていただいて、はい、ね、で本当にね、その形になってきたっていうところと、気づかれた点とかね、まだまだこれから本当にどん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 大きくなっていくんですよね。楽しみです ね12月にオープンですか、はい、12月1日オープンです。オープニングイベントは4日間するので、うん、はい、2000円で飲み放題、うん、お、素敵じゃん大丈夫ですか、そんなことしちゃってわかりません一択ですもんね、はい、12月の1日から、はい、4日間、はい、うん、で何時から何時とかありますか。19時スタートです。19時スタートで、はい、そうですね、このワーキングスペース、ここの場所を知ってもらおうと思ったら、はい、何か検索とかできます。クラウドファンディングのサイトに載ってますので、そこを見てもらえたら、はい、そうですね、あとフェイスブックページでラフラボって言ってもらったら、うんうん、そこで出てきます。あ、そうなんですね、はい、わかりました。じゃあぜひぜひね、今までこちらに足を運ばれたことが、ね、ない方もぜひそこを、ね、クリックしていただいて、検索していただいて、特に12月1日からはそういうのね、はい、時間制限とかないです、ね、作った方がいいかもねもう今たくさん溢れ返ってたらびっくりします、ね、10時ぐらいまでにしようかな、はい、まあ時間が、はい、人が溢れた時は、はい、2時間制とか、はい、本当に、ね、ついついすごくこう、ね、空間としても、ね、すごく広いですし、はい、すごいこう、ね、中はほんと静かなので、うんうんうん、すごい心地いいですよね、いつも、はい、ね、あと週末限定でバーをやろうと思ってまして、はいはい、会員制なんですけど、うん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 、やっぱここに来ていただく方には居心地のいい空間にしてもらいたいですし、はいはい、安心したコミュニティを作りたいので、うんうん、一角で、うん、ここでバーを週末限定でやります。へえ、うん、じゃあもう本当にそのカフェをするとかっていう夢が本当にその形になっていくっていう感じなんですね、はい、それももう12月からですか。あ、そうです。うん、同じクラウドファンディングでそのバーの会員券も申し込めるようになってまして、はいはい、でその会員券を買ってもらったら1日無料券とクリスマスイベントにも1回参加できるっていうお得なすごい、なんかそうなんです、先ほどもね、うん、ちらっとお話ししたんですけれど、はい、中身すっごい充実してるんですよ、うん、で思わずこうクリックしちゃおうって思うような内容が、ね、盛りだくさんなのでぜひぜひ皆さん本当にね、はい、開いてみていただいて、ポチポチ押していってもらったらね、はい、もうご協力お願いします。はい、ぜひぜひお願いします。はい、ってことでちょっとたからちゃんのプライベートなんかを覗いてみましょうかねっていうところですかね。あ、ワンちゃん出てきましたよ。何子ちゃんですかこの子は。ミッキーです。ミッキーちゃん。はい、何歳ですか。この前で13歳か4歳かな。うん。じゃあ超長生き。そうなんです。ですよね。
隣の家のおじさんが、うんうん、あの三木公園で拾ってきてくれたんです。おー、はい、三木公園、はい、なのでミッキーっていう名前にしたんですけど、うん、あの家に来た時に、うん、実はちょっと病気を持ってて、で余命が1年って言われたんです。1年、うんうん、であの薬を飲むかってお医者さんに言われたんですけど、うん、飲まさずにもうのびのびと庭で育てようって言ってしてたら、もう気づいたら13年、うん、4年生きてます。すごい、そんなことあるんですね。かわいい、うん、はい、っていうことは何歳の時から一緒にいる感じになるんですか？中学生ですね、うんうん、はい。女の子ですか、ちなみに？あ、はい、女の子です。じゃあ姉妹のように育った感じなんですか？いや、そんなことはないです。はい、でもすごいですね、余命1年って言われてたのが、ね、はい、秘訣はその伸び伸びだったんですかね。伸び伸びですね。ね、っていうのはもうあれですね、たかちゃんのご両親がね、そういうふうにこうやっぱりね、育てられてたでしょうね、うん、きっとね。あ、宝ちゃんのこともね。あ、私ですか。うんうんうん、一人っ子なので。あ、そうなんだ、はい、いいですね。あ、じゃあめすごい嬉しかったんじゃないですか。あ、兄弟ができたみたいな、うん、なんかね、来てくれた時って。そうでもない。いや、嬉しかったです、ね、そうか、はい、じゃあ今は、今も休日とか、はい、今も一緒にいてるんですか？あの、実家は私神戸の方なんですけど、うん、今大阪で住んでるので、うん、月に1回くらい神戸に帰って、うん、あの家族とミッキーに会いに帰ってます。うんうんうん、喜んでるでしょ。はい、ね、多分ねえ、はい、そうか。じゃあ普段はそうですね、まあね、お忙しいとは思いますけど、じゃあ月に1回ご実家帰って、はい、ミキにも会って、はい、ご両親に甘えて、はい、みたいな感じ。そうですね。そうだ、そういえばね、なんかあの将来やりたいことの一つの中に、はい、なんかそんなフレーズもあの垣間見ることができてたんですけれど。あ、そうなんです。私、海外旅行が大好きで、うん、あの初めて一人でオーストラリアに行ったんですけど、うんうん、なんかそこでやっぱ価値観が変わったというか、うん、あ、そこきっかけなんだね、きっとね。じゃあそうですね、なんか、うんうん、初めて一人で外に出て、うん、外国人の方といろんなコミュニケーションを取ってて、うんうん、もう毎日すごい楽しくて、うん、でなんか価値観も変わったので、うんうん、両親と一緒にオーストラリアに1ヶ月間一緒に行くっていうのが私の夢です。すごい、こんな娘が欲しい私。ね、本当にね。いや、でもね、あの親御さんの、ね、気持ちにやっぱり私たちはなってしまうので、まあね、そんな風に育てたい。ね、あ、そうか。じゃあ、まあ、でも本当にきっかけがのところにね、ご両親も一緒にね、はい、行けたら楽しいですよね。はい、それはぜひぜひ、ね、はい、叶えてください。はい、頑張ります。ね、はい、で、方で、うん、まあ、そんな起業のきっかけの ね、いろんなお話も聞きたいところではありますけれど、そろそろお時間にもなってきましたので、プレゼントちょうだいっていうコーナーに、はい、いきなりですけれど、はい、はい、行かせていただきたいなと思いますけれど、はい、はい、どんなプレゼントをいただけますか？はい、はい、さっき少しお話しした週末のバーなんですけど、うん、はいはいはい、ここに、うん、1日来ていただいて、はい、1日飲み放題、うん、はい、飲み放題、はい、週末、はい、うん、いつでもいいんですか？あ、はい、ご都合のいい日に来てもらって、はいはい、会員制なんですけど、うん、でも一回体験していただきたいので、うん、あ、そうなんですね、はい、あ、会員制だからなんだけど、その日はその飲み放題で参加できるっていう、はいはい、あ、それはそれはぜひぜひね、はい、どう、そうですね、プレゼントなんですけれど、これが内容でどんな方にとか、なんかこんな、なんか何ですか、このプレゼントを欲しいなって、どういう方にもらっていただきましょう。そうですね、やっぱりそのラフラボのコンセプトが、
これから何か新しいことにチャレンジしたいなっていう方々にとって初めの一歩になる場所、原点になる場所になってもらえたら嬉しいなと思ってるので、実はやりたいことがあるんだけど迷っててなかなか踏み出せないとか、そういった思いを持っている女性、はい、ああ、そっか、はい、そういう経験があってその思いをなかなかね、はい、出せてない女性、はいはい、ああすごいすごい素敵、あ、それ絶対嬉しいですよね。でそんな人たちいっぱいその日も集まってるんですもんね。はい、ねえ、あ、それはでも本当にあのきっかけになりますよね、きっとね。へえ、じゃあそんなプレゼントをぜひぜひゲットしていただくための方法を、はい、じゃあ、 あのどんな方に？はい、ただ私のフェイスブックページで山本宝って検索していただいて、はいはい、でメッセージで、ご連絡いただければ、あ、はい、大丈夫ですか？はい、まあ、もうタカラちゃんのフェイスブックは、はい、漢字で、あ、出てくるはずなんですけど、ね、はい、で検索して、はい、もう先着でいいですか？はい、先着1名様で、先着1名ですね。はい、わかりました。じゃあフェイスブックで、はい、山本タカラと検索していただいて、はい、で、そこにメッセンジャーで個別にメッセージを送ったらいいんですね。はい、あ、ね、いやもうこれから始まることにね、あの本当にあの参加できるっていうメリットもありますし、で、ね、本当にここでね、なんかこう形にしたいなでもなって思ってる人たちにも本当にいいきっかけになると思いますもんね。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、じゃ あ, あのここに内容を今ね書かせていただいているので、ぜひぜひあの皆さん検索してどしどし、あ、まあ、先着なんですけどねあの早急に検索してもらったらいいと思います、はい、いつの間にかいっぱいあの、ね、リクエスト来てるかもしれないですけど、ね、はい、じゃあそんな感じでお願いします。はい、はい、ってことで、じゃあ今そうですね、最後に何かお伝えしたいなっていうか、まあ、最後に視聴者の方にメッセージとか何かあれば、はい、はい、お願いします。メッセージ、やっぱり今、うん、クラウドファンディングに挑戦していますので、よかったら皆さんご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではでは、本日はね本当にあの、はい、すっごいパワーをいただいたなっていうのを感じたんですけれど、あのね、もうこれからももっと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 ね、本当にどん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 進んでいくんだろうなっていうのを感じさせていただいたので、これからまた楽しみにしています。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日もご覧いただいてありがとうございました。本日の、ね、ゲストは山本宝さん、ね、まだまだ26歳という若さなんですけれども、ね、こんな風に起業して新たなことに挑戦しているという、本当に、ね、エネルギッシュというか、どこにそんな、ね、すごいちっちゃな体にどれだけのパワーを貯めているのかなというふうに本当に感じるあの時間でした。で彼女の、ね、お話の中に あった仲間に支えられてっていうフレーズがね、私すごく実は鳥肌立つぐらいゾクゾクしたんですね。で何かやろうかなって思う時に本当にこう応援するよっていう言葉とか、なんだろう、
本当にね、些細な言葉、そんなことも本当にみんなのね、その自身の力になるっていうことはすごくこう、私もね、この年になっても感じてます。でそれをね、こう若いうちからそういうふうな中でね、新たなことに挑戦してるっていうのが本当に素敵だなっていうふうに感じました。でまたね、こんなふうに頑張ってるというか、どんどん挑戦してる宝さんにもね、ぜひぜひ会いに来ていただいて、いろんな形でね、スペースの方提供されてるみたいなので、また皆さんご覧いただいて、ね、ぜひアクセスしていただいたらと思います。では本日も、長い時間ご覧いただいてありがとうございました。また次回も見てください。ありがとうございます。